皆さんこんばんは、 MK です。マインクラフトパート297やっていきましょう。今回はかなりショックなことに気がつきましたので、そちらを皆さんに紹介したいと思います。何なのかと言いますと、水族館のことなんですけど、もうこの時点でわかる方いますでしょうか。一応3秒待ちますので、自分で考えたい方は自分で考えてみてください。3、2、1、はい、終わり。じゃあ答え言いますよ。何がショックだったのかと言いますと、イカと発光するイカとイルカ足りませんよね。 MK さん、発光するイカは2匹、イカも2匹、イルカに関しては3匹連れてきたはずなんですけど、いませんよね。イルカ1匹、発光するイカ1匹、イカ1匹しかいません。これさ、どういうことこれどういうこと。 MK さんちゃんと名札もつけたからデスポーンするはずがないんですよ。で、なんかカメは2匹いるんですよね。まあそれはいいとして、名札をつけていたのにもかかわらずデスポーンしたということは、これあれなんじゃないでしょうか。そう、勘がいい方は分かってますよね。チャンクの境目でございます。そう、 MK さんね、チャンクの境目事件がこの間起こったんですよ。分からない方のために説明しておきますと、ココアちゃんと桜デンプちゃんっていう、ロバと豚を MK さんは飼っていたんですよね。で、その2匹が突如として消えたんですよ。ちゃんと名札をつけていたのにもかかわらずいなくなってしまったんですよね。で、なんでいなくなったのか、いろいろコメント欄の方に聞いたところ、チャンクの境目なんじゃないかと。そう、ちょうどね、ここにこう小屋っていうか柵があったんですよ、前は。で、ここがチャンクの境目になっていて、その中に動物がいたりすると、名札をつけていたり首紐をつけていたりしても、読み込みのバグで消えてしまうことがあるんですよね。なので MK さん、ここに小屋を置くのはやめて、こっち側に移動したんですよ。で、そうしたらやっぱり消えなくなりました。そうなので、チャンクの境目に動物とかのモブがいると消えてしまうと、そういうなんか統合版独特の仕様があるんですよね。ちょっと MK さんも動揺しすぎてカミカミですけども。で、今回もいなくなったということは、多分これチャンクの境目ですよねもうマジか。で、確かにチャンクって 16×16 なんで、この間には絶対1本あるはずなんですよ。なんですけど、 MK さんが言いたいのは、多分ね、ここここにチャンクの境目があると思うんだよね、 MK さん。なんでなのかというと、はい、ウーパールーパーご覧ください。いないよねMK さん、4匹ウーパールーパー前職入れたはずなんですよ。いないよね。で、ここもいなくなった、ここもいなくなったってなると、まあどう考えてもここに一直線あるでしょう。ちょっとそれを今回は検証していきたいと思います。で、検証方法は前にもやった通り、マップを使うと分かりやすいですので、その方法でやっていきましょう。マップを手持ちに持ちまして、早速チャンクの境目を測っていきたいと思います。いや、本当にさ、この間に線があったらさ、 MK さん、ショックがでかいんだけど。まあでも、まだ可能性としてあるのは、ここに1本あって、で、ここにも1本あったっていうパターンだよね。まあそれもありえなくはないですけど、まあこの短期間でいなくなったということは、ここに一直線あるでしょう。よーし、じゃあ見ていきます。今回見たいのはこっち側の線だけですので、ここを走っていきましょう。で、分かりやすいようにカーペットを引いていきたいと思います。あれまだか、ほい、お、ここですね。じゃあここがチャンクの境目ですので、赤を置きましょう。はい、この線、この線がチャンクの境目になっております。なので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 で、ここからまた 1,2,3 と置いて、ここがまた新たなチャンクの境目になります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,3,4,5,6 よし、で、これで、うわ、ぽいな、ぽいな、ぽいな。これで16マスバーっといって、この間に線があったら、最悪。まあでも、もう、ぽいな。いくよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。1,2,3,4,5,6、ここだ。もう、最悪。最悪。ここだわ、チャンクの境目。うわ、もうマジかよ、これどうしようもうでもさ、しゃあないよな。だってさ、
これチャンクの境目とか毎回測って建築してったらさ、好きなとこに好きなものも建てれないし、毎回毎回この作業が必要になってくるんだよ。でそれはさすがにさ、ちょっと変じゃん。嫌じゃん。一応こっち側も測ってみるか。分かりやすいのはこっちか。うーわもう最悪だよ。ちょっと待って、分かりやすいとこで行きたいから、ハーフブロックがあったとしても、まあこっから行くか。そしたらちょっとみんな出ないでよ。ここのマスで測っていきましょう。白を置きたいので白のカーペットでこんな感じで置いていきます。はい、どう？まだか。この辺ですね。ここかな。ここだわ。なのでここに赤を置いて、よし、こんな感じ。こんな感じでここがチャンクの境目になっております。まあ水槽はね、確実に被っているのは分かってるんですけど、ウーパールーパーの水槽が被ってるかをちょっと見ていきましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 のちょっと立てづらいから無視するよ。3、で4で、そっか、4、ここで行こう。4で、ん？いいんだよな。で5、6、なのでこっから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6、なんでここに1本チャンクの境目があります。なのでチャンクの境目とチャンクの境目でもうこれ十字切られてんだ。であとはウーパールーパーのところ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6、 あれ、ここは違うっぽいな。そうだよね、こっから16マスだから、ここのウーパールーパーの水槽の途中には線がありませんですけど、まあ線がありませんってダジャレみたいですね。まあそんなことはいいとして、ここに線があるのでやられてしまったと。もうしゃあねえわこれどうする？とマインクラフトさんこれどうにかなんないの？マインクラフトさん、 MK さん2回目なんだけど、これでペットなくしたの。しかもさ、こんなのさ、対策しないとさ、 MK さんまだまだ減るよね、ペットね。だって水族館移動しないといけないじゃん。これ移動水族館じゃないんだよ、うちは移動水族館じゃないよ、普通の水族館なんだよ、うちは。マインクラフトさん、これどうにかなんないのかな。うわー、ゾンビ湧いてらゾンビ湧いてるから一回寝ましょう。ちょっとアイアンゴーレムさん、あれ倒して。あ、ゾンビ来てるよ、ほら。アイアンゴーレム何やってんの？アイアンゴーレムは、ちょっとアイアンゴーレムは何やってんの？ほら、ゾンビいるよ、ここに。もう MK さん倒すわ、ほらよ、よし何やってんの？ちゃんと気づかないとダメでしょ。まあそんなことはいいとして、あっち側のカーペットを回収しながら反省会としましょう。これさ、今後どうする？うわそう、前回作ったね、この泡だけエレベーターで上に今上がりましたが、まあそんなことはいいんですよ。これどうする？水族館移動する？いやでも労力やばくない？これ多分ね、今の感じだとこっち側に作ればいいわ。ここに水族館作れば多分万事解決なんだけど、でもこれほっとくと減ってくよな。そうだよね、なんかさ、心なしか熱帯魚も減ってる気がしない？でこれさ、イルカとイカと発光するイカもさ、1匹ずつしかいないじゃん。これ消えちゃうよね、またあと10パートぐらいやったらさ。これマインクラフトさん、どうにかなんない？アップデートで直して、もう MK さん水族館建て直さないといけないんだけど、これのせいでどうにか、なんか方法ないよね。でもこれもう仕様だもんな、多分ね。方法ないわ、こればっかしは。もう移動するしかないんだと思う。ちゃんこの境目を気にせず、気にてかちゃんこの境目じゃないところに建て直すしかないんでしょう。はあ、もうでもそんなこともできないぞ、これしゃあねえよな。一旦諦めるか。ちょっとなんかいい案があったらぜひ皆さんコメント欄で教えてください。これ今後もさ、気をつけないといけないよね、でっかい建物作る時に関してはさ。もうまあ今後、例えば動物園を作るとか、なんかそういう時でも、動物園なんてもっと広くやるからさ、もうどうやったって無理なんだよ、これに関しては。もう仕様の問題だ
まあインクラフトさんがどうにかするしかもうやりようはないということで、今回の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。まあ原因ははっきりしたけど、はっきりしすぎてちょっと MK さんはショックがでかいですね。なんかかわいそうだなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。